どうも、しげしげです。本日も無課金、サブサブ赤コラボ禁止、しげドラやっていきましょうということで、本日は、溜まっているワンパンマンコラボガチャもらったやつを消化して、闇ロボ引きたいと思います。よろしくお願いします。本日からゴッドフェス開催中で、魔法石10個で1回引けるやつなんですけど、ラインナップに、新キャラ、新フェス限の、新ロボのブラックバードが登場しております。もうね、まあいろいろ、まあツッコミどころはなくもないキャラですけど、普通に考えて強いんで、はい。まあ、狙って引けるもんなら、狙って引きたいですよねっていうキャラクターになっております。まあその他のラインナップも、まあ年末年始ということで、まあ年末か、年末ということで、だいぶ美味しい感じのゴッドフェスになってるので、私現在、魔法石81個ありますが、すべて突っ込みます。お正月はもう気にしません。それでいいと思う。よーし、じゃあまずは、ワンパンマンの消化からしていきましょう。このアカウントはもうねずっと言っている通りコラボ禁止でやっておりますので、引いたキャラは全部申し訳ないですけど売却させていただく。いやいや、モンポが欲しいからね。これも普通のやつ。まあただね、今回星7以上確定ガチャがツイッターのキャンペーンのやつでもらえてるんですけど、それも売却しなきゃいけないっていうところでちょっと心苦しさはある。どうせならね、それをね、シゲパズに送りたいですよ。あ、これが星7以上確定か。何が出るかな。まあジェノスとかだと、着せ替えドロップは別にそういうコラボ禁止縛りないから使える。うわ、ボロス欲しいな。あ、ボロス欲しいな。いや、ボロス欲しいな。売却ちょっと悲しいな。これ5万いいねのやつ。いやいやいや、ボロスだってね、もし闇ロボ引けるってなったら結構いいんじゃない。選択肢には入ってくるんじゃないっていうキャラクターですよ。で、これがログインの埼玉っすね。はい。で、っていうかどんだけ引けんの。めちゃめちゃ引けるね。あ、っていうか待って、今なんかすげえのあったけど。はいはいはい、すげえのあったね。じゃん、クリスマスタイムアタックのクリスマスガチャ。クリスマスガチャってもう終わってるよね。終わってるんですけど、クリスマスガチャが発掘されましたので、こちらを引いていきたいと思います。はい期間外のクリスマスガチャ。はい、されーね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 。金かいだと思ったよ、プレイヤー。ありがとうございます。ああ、待って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 。やってるわ。スノードーム。あ、やってるわ。よろしくお願いします。いやー、ちょっとやってるね。あれはもったいないね。まあでも、シーズンスーパーゴッドフェスとかで復刻すると、買えるようになったりもするんで、それ待とうか。やってるな。ミスったな。ということで、購入履歴無料配布分81個。これをすべて、闇ロボのために突っ込みたいと思います。まあさっきね、紹介した通りなんですけど、ガチャドラ出ても、美味しいからね。やっぱりこの本編のキャラクターというか、コラボキャラじゃないキャラクターは引けるに越したことないんで、一体でも多くね。それだけ選択肢広げないと本当にコラボ禁止アカウントってやっていけないんで、ガチャドラが出て、まあ、5連とかでね、で、それこそ最後にブラックバード、いやもう引こう。はい、頼むよ。一回一回の重要性な、OK 青ソニアは玉になるから、全然ありだし、まあ1体しか持ってなかったのか。まあ、武器とかもね、全然悪くないので。OK。いいよ。フェスゲン以外引かない。はい。はい。闇ロボが引けたら、コラボ禁止の闇ロボが。コラボキャラ禁止の闇ロボって組めんのかな。パッと思いつくので言うと、今ね、ガローとかすげえちょうどいいし、まあ、それこそさっき言ったボロスとかもちょうどいいし、あとあれか、正月で、アルラトゥとかもいいんだね。そうだね。ハロウィンチャコラは持ってるから、そこは組めて、ロゼね。あー、こうなってくるとしんどいんだよ。既存のやつは大丈夫なんだよ。あと5回。ロボでいうとこのアカウントはシーウルフしか持ってなくて、で直近でサフィーラを引いてそのあたり使ってますけど、やっぱ闇ロボも欲しいじゃん。そりゃ欲しいじゃん。頼む。
わー、びっくりしたー。闇の感じで来るなら闇ロボ出てよー。アヌビスは、あー、いっぱいいるなー。いや、持ってないキャラください。頼む、はい、頼む。正月にとっておくべきか。いや、年越しの魔法石は持たねえ。一個余るけど。はい、頼む、なんかください。うー、苦しいよ。苦しすぎる。サナダはいる。苦しい。あー、ボックスいっぱい。コラボキャラを売却しましょう。メダルは何かしらに使えるかもしれないので、ここだけ売却させていただきます。5万門歩はでかいよ。55,100、ありがとうございます。はい、で、おー、350万。これはもう夢のアマージュまで、まあ来年春ぐらいには買えるんじゃないか。その頃にはまたなんか500万門歩とか出そうだけどね、キャラクター、新キャラが。あと2回、頼む。いや、今年頑張ったよ。シゲドラ頑張ったよ。コラボ禁止ながらさ、ほい、頑張ったよ。本編の強キャラをくれ。ラスト、今年ラストっすね。それこそ明日急になんかね、魔法石配布とか。あー、でも1月1日にサプライズがあるみたいなことは書いてありましたけど、それ魔法石なのかな、まあわかんないですけど、それも1月1日になってるってことは、今日これが年内ラストのガチャになります。わかってるよな、なあ、わかってるよな。年内ラストだぞ。今年最後に引いたキャラはこのキャラだ。うっせい。まあ、フェスゲン、オッケーオッケーオッケー。今年最後はグレモリーでした。グレモリーいっぱいいるな。3体はいっぱいじゃないか。はい、ということで、なんとも中途半端な結果になってしまったかなとは思うんですが、中途半端というかこれ爆死だな。だって6連通常心出てるもんね。吐くから始まって明智まで、これは負けです。まあただね、この間のゴッドフェスで引いたマサフィーラだったり、あとシーウルフ、この辺りを使ってまた次の主力が手に入るまで楽しんでやっていきたいと思いますので、今年も1年ご視聴いただきありがとうございました。来年のシゲドラもお楽しみに。そんな感じでいいですかね。本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。